テスラの人型ロボットオプティムスに顔がない理由について以下の要因が考えられます。機能性と実用性の重視。オプティムスは主に工場や家庭での作業を目的として設計されています。そのため顔のような装飾的な要素は不要であり、むしろ機能性を重視しています。顔を持たないことでセンサーやカメラなどの実用的な機器を効率的に配置することが可能になります。コスト削減。顔を持つロボットは表情を作るための複雑なメカニズムや高精度のセンサーが必要となり、製造コストが増加します。オプティムスは量産を目指しており、コスト削減が重要な課題です。顔を省略することで製造コストを抑えることができます。安全性と信頼性。顔を持つロボットは人間とのコミュニケーションにおいて誤解を招く可能性があります。特に工場や家庭での作業中にロボットが誤った表情を示すことで混乱が生じるリスクがあります。顔を持たないことでこのようなリスクを回避し、安全性と信頼性を高めることができます。デザインのシンプルさ。テスラはシンプルで機能的なデザインを重視しています。オプティムスもその例外ではなく、シンプルなデザインによってメンテナンスやアップグレードが容易になります。またシンプルなデザインは製造プロセスも簡略化しやすくなります。技術的制約。現在の技術では人間の顔のように自然でリアルな表情を再現することは非常に難しいです。特に量産型ロボットにおいてはその技術的制約が顕著です。オプティムスはまだ初期段階であり、将来的には顔を持つバージョンも開発される可能性がありますが、現時点では技術的制約から顔を持たない設計となっています。これらの要因からテスラの人型ロボットオプティムスは顔を持たない設計となっています。